さて、セントレア空港、現在朝の7時前ぐらいですが、モーニングコーヒーを飲みにラウンジに向かっているところでございます。昨日の夜は散々迷子になったからね、今日こそは快適に過ごしたい。というわけで、こちらのフロアの中にラウンジはあった。黄色いマークのここにあるんだね。はい、まっすぐ進んで、お土産屋さんはもうやってんだね。で、ラウンジがなんと3つ並んでるよ。ここがいっぱい人が出入りしてるんだけど、営業時間がちょっと早いんだね。ここはカードラウンジじゃないんだね。特別な人用。で、こちらだったら7時からなのでもう使えるよね。なんか誰もここ使わないんでいいのかなと思ったんだけど。はい、じゃあいまーす。お、なんだこのキャラクターは。お名前はなんていうのかね。トイレは外つってたもんね。ドリンクは、おっと、ここはおつまみがあっていいですね。ビールが朝から飲めんのかい。いや、調整中だったね。アイスコーヒーの機械なんかあんだね。全種類飲めんのかな。で、こちらのブースは団体さん用でしたので、お一人様は端っこの席に行こうかね。フニータ、もうお友達できたのかい。じゃあドリンク取ってくるとするかね。ポン酢ドリンク、別に飲みたくないけど、ここでしか飲めないみたいだから一応取っとこうかね。炭酸水と割ってくれって書いてあったね。で、おつまみな。お腹空いてるから。あれ、ドライフルーツ出てこない。しょうがない。じゃあ他のやつ入れて待ってよっか。シルコサンドがええ話よね。てか全然来なかったから諦めて。じゃじゃーん、こんな感じでドライフルーツなし。トマトジュース間違って紙カップに入れちゃったんだよね。おつまみ用のカップだったんだね。さて、どれにしよっかな。とりあえずポン酢ドリンクで。ジャスティーさ、ザハスパー、目が冴えるわ。で、コンセントあったので一応充電しとこっかな。つまみがあるって嬉しいな。幸せだ。小腹も満たせるしね。で、このドライフルーツとベビースターの組み合わせが最高でした。
お茶は2種類ありましたね。なんだかみんな電話ボックスみたいなところでお仕事するんだね。センタービアガーデンってどの辺がビアガーデンなんだ？分かんないね。とりあえず上に行ってみようか。ついてたかな。おお、ここに来れるんだ。フードコートいっぱいやってるね。7時からいろいろ始まるんだね。ええ話や。フーのビューポイント、フーちゃんっていうのか。フニータと名前かぶってたね。なんだろう、外国の飛行機がいっぱい止まってんのかな。あれは何の船かね。いっぱいあるね。なんだか近代的なデザインですこと。てかすっげえ広いな、このデッキ。飛行機もなんだかいろんな形があるね。あんなイルカみたいのいるんだな。ていうか日陰ないぞ。さすがにね、おつまみ5杯おかわりしたらお腹いっぱいになっちゃった。ついつい美味しかったので止まんなくなっちゃったんだよね。食後の運動と思ったけどちょっと過酷すぎる。これは何だろうね。お、日陰あるかな。から船がよく見えますね。これはなんだか。そしてこれはなんだ。どこまでも見える。日陰発見。先端からの景色はこんな感じ。アナだ。カルズジャルってどこにいるかわかんないね。ピンクの飛行機ね。黄色いのはなんだろうな。じゃあ日陰発見したのでお座布を引いてどうしようかな。今日はいろいろと予定はあるけれども午後からっていう感じなのでね。午前中は何気に時間があるよな。海近いんだよね。電車あったしね。ちょっと行ってみよっか。まだ9時半だもんね。あっつい。着して日傘出さなかったけど、日傘出せばよかったかな。しかしなんで侍忍者なんだろうな。とこなめ駅。お、近いね。電車賃900円じゃなかった。ちょっと行ってみようかな。あら、かわいこちゃんたちはどこにいるのかね。なんでみんな切符買ってんだろう。日本人じゃないのか。パスも使えました。あら、お一人様は銅像になるかしら。私の銅像もそのうち作られるかしらね。で、どっちに乗ったらいいんだ。時間がこっちか。やばい、もう時間だぞ。なんかボタン押すんだね。
ースが乗れないじゃん。スーツケースで道塞がれちゃってんだ。焦ったよ。海はどっちですかね。イオンの方とホテルの方と、なんとなくこっちっぽい気がした。海が見えたので、あっち側に海あるからねって思ったんだけど、あれ違うな。また間違ったの？もう嫌だ。なんだか新しく開発されているリゾート地的な、そういう感じなのかな。なんだあれ、猫がエビフライ食ってっちゃう。はい、海ありました。マルハ食堂？なんだこれ、こんなしていかなきゃいけないの？暑いんですけど、これ渡ってけってか。つまり駅からイオンスタイルの方向に出て、この橋を渡ればいいってことね。また暑い中遠回りしたね。方向音痴って過酷よね。いやー、海見えるよ。で、そっち行けってか。じゃないと海行けないのか。釣りしてる人いるね。うん、じゃあ一応その通り行ってみるかね。この下じゃないよね。こっちで行けるよね。行けてよかった。もうなんなの、暑いしちょっと怖いし、ここ歩く必要ある？まだ10分歩かなきゃいけないんだけど。こんなキワキワ歩かなくたっていいじゃんね。こっちからはいけないのかね。いけなかったらショックよね。あそこは空港か。なんだかグランピング施設あるみたいだね。設置されている。利用者がいますね。パリピの聖地BBQ で聞いたね。リンクビーチってこと？その辺の砂浜だったら大丈夫ってことね。まだ到着してないけど。 OK、 じゃあ日陰にアジトを設置してな。どっからしよっと。しかし暑いな。扇子持っててよかった。とりあえず靴脱いで。いや、何これ怖い。ああ、後ろの木と髪型かぶったな。芝生を飼っているね。
いでる人いるな。しばらくここに佇んでたけど、どんどん日が短くなって、日陰が小さくなってきた。じゃあついでだから海の方に行ってみるか。砂浜あっちいな。芝生気持ちいいかと思ったらチクチクして全然痛かった。クラゲがいる。危ねえ。ほえー。水がきれいよね。海は残念だけど。とりあえず、サムシット。魚飛んでる。いやー、綺麗な海。クラゲとゴミはちょっと怖いけど、水が綺麗で来てよかった。クラゲ出るのもうちょっと遅くてもいいんじゃない。冬ぐらいにしてくれるといいのにな。砂に描いたフニイカの絵は一瞬にして消える。まあそれだ。に飛行場があるってことだね。着陸見れっかなと思ったら残念、見えなかった。いやいつまででも入っていたい感じだけど、日差しがな。まだ無事日陰ありましたね。1時ぐらいからプライオリティパス使いたいわけよね。さあまたあの炎天下の中20分かけて歩いて帰るとするか。イオンあったね。お、なんだこれは。空港の絵かな。日陰涼しい。ようやく日陰だ。なんだりゃ。確認に行く気力もないよ。臨空何駅なの。そして座りたくない椅子だけど座るしかない。文字見えないけど次の電車は通過だって。なんだあれね。ああやっと乗れたけど一駅だからね。とてもだな。いや見晴らしは最高だね。はい、着きましたね。なんか北海道みたいにドアがついてるね。さっきの電車か。ニュースカイって言ったね。おや、ここにも忍者。
いるね。名古屋は人情市なのか。なるほど。電車から降りてくると第一ターミナル第二ターミナルって分かりやすいんだね。しかしこの矢印がさ、よく分かんないんだよね。あれに惑わされちゃうよね。そう、ここに行きたいんだけど、徒歩5分ね。まあ時間あるからちょっと見てみようかと思ったけど、なんだ、動く歩道休止中かい。じゃあちょっと戻って、すごい人が並んでぞ。美味しいのかな。お、マルハ食堂ここにもあったね。お、湯の文字が出てきたということはここだ。で、あれ、プライオリティパス終了。あ、予約はってことね。なんか日本語難しいね。じゃあちょっとあれやっかねえな。お邪魔します。あれ、誰も出てこないね。じゃあお風呂屋さんの方行ってみようか。プライオリティパスって書いてあるね。靴脱いで、お、ふーちゃんいっぱいいるね。靴が入らねえ。こんにちは。プライオリティパスでマッサージってできるんですかね。はい、プライオリティパス使ってのマッサージのご予約できなくて、はい、1時からオープンで、今のところ枠空いているので、1時までお待ちいただいて、はい、その際枠空いてればそのまま落とすという形です。はい、そっか、まだ1時じゃなかったんだ。なんかもう1時過ぎてると思ってたけど、15分あったね。で、こちらのお風呂と食事でもよかったんだけどね。お風呂と食事で3400円って元取れるのかな、どうなのかな的なね。使えてよかったよ。はい。あ、じゃあカードで。なんと差額が2400円ぐらい足りないね。あ、はい。なしで結構ですね。はい。ずいぶん羽田と料金違うな。はーい。おー、入札準備させていただきますので、はい、被害はありましたら、はい、もっとお願いいたします。はい、ました。ありがとうございます。いやー、人生2度目のマッサージだぜ。やったー。前日にほぐされてるつもりな。まあ30分じゃ足りねえって感じ。右側に内臓が入ってないらしい。戻ったらしいよ。肩こりの解消法を教えてくれました。お、なんだ、飛行機の絵が描いてある。ここからすぐいよいよ来ましたね。
ずいぶん歩いたね。またスタバだよと思ったら、おー、本日2個目のミッション、ステーキ屋さんありましたね。飛行機もいましたよ。出口ってことだ。何？価格改定？プライオリティパスがまあ使えてね。もうチャウダーでかい。裏側がこんな感じになってたね。そしてなぜかスローモーションになってたので、入店の撮影失敗しておりました。で、メニューの中身はこんな感じ。3400円分だからね。バーガーだと2個以上食べないと元取れないよね。とりあえずこのタッチパネルで注文すればいいのかな。何それ。すみません、あ、これは使わなくてよかったんですね。こちらでもう一度、あ、もう一度の方お願いします。みんなで、はい、大丈夫です。なるほど、ありがとうございます。結局店員さんに言う必要があったみたいだね。お、水あった。じゃあ取ってこよう。ではお水でジャスティース。眺め変なままだった。マッサージ受けた後はお水をたくさん飲んでください。だってお水がいっぱい入ると思うのでって言われたよ。そういうもんなんだね。絶対頼まない。サーロインステーキ、もしかしたら初かも。ではいただきます。おしぼりとナイフとフォークを取って切りやすい方から。もっとでかいのイメージしてたけど、こんなんだったら余裕で食べれるね。はい、ではライスないけどお肉だけいただきます。うん、サクサクしてさっぱりして食べやすい。切れてないのはそのまんまタレつけて、ちょっとずぶらすぎた。あれだったけど美味しかった。では付け合わせのポテトかな。ソースつけてみたけど、うん、別にソースはいらなかったな。やっぱりこれはお肉用だね。うまいね。で、グリーンの野菜は、おお、熱々だ。ラタトゥイユ的な感じかね。この水菜が邪魔なんだよね。うん、ちょっと、うまい。ポテトも美味しゅうございます。で、今更ながら焼き加減こんな感じ、ちょうどいい感じでございますよ。肉がしっかり焼いてあった方が美味しいと思うんだよね。あったかいし。で、油身も一口大に切って、
しつこくないので美味しく食べれますね。では本日お肉ラストいただきます。タレにつけてね。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ありがとうございました。なんだかこの店も忙しそうだったね。飛行機ついでだから見に行く。おお、そこのお席いい感じですね。てかここは何なんだろうな。フードコート、ラーメンとか授乳室。キッズスペースなのかい。フライトパーク無料か。ええ話や。間違えた。乗ると動くタイプな。ちょっと怖いやつな。土産屋さんもありますね。お、入り口5時に閉まるんだ。早いね。入れてよかった。とりあえずサムネショット。キーン、あられちゃんだよ。お、レゴ出てきた。中部空港。エンジンの下ってこんないろいろあったんだ。これなんだろう。入りたいの。なんか並んでるぞ。コックピット見学。お、2人入れます。1人入れます。あれ、入場できません。なんでいつもそうなっちゃうんだろうか。3分、待ってなさいよって。あの広場なんだ。荷物置きなのか。お、いよいよ。あれ、あ、近づくと開くのか。3分、どういうこと？ああ、これだけなのか。そりゃあ3分だね。座れるわけじゃないんだもんね。ありがとうございました。なんですか、あれ。お、フォトスポットだ。じゃあ一応撮っておきましょうか。フライトシミュレーターっていうのがあるか。
窓は川崎が作ってるんですか。で、この787って何なのかなと思ったんだけど、コスパがいい新しい技術の飛行機らしいね。やったー、上の方あった。パスタは別にいらないんだけど、アイスが見えたので来てみました。食後のデザートなかったからね。今はとってもチョコアイスの気分なんだよね。みんなパンケーキに並んでたみたいだね。なんか全然順番が回ってこないの。結構待ってたけどね。この讃岐うどんの地域か。お、この席いいんじゃないのと思ったら、やっぱスタバなんだな。私スタバは入れないのよね。何言ってんだか分かんなくてさ。じゃあまたあっちに戻るとするか。あとはミッション一つ残ってるけど、うん、いい具合に日が傾いてまいりましたね。で、お口の中がすっかりチョコアイスの気分になったんだけれども、自販機にチョコアイスあったから買ったんだけどね。軽いの。そしてなんと一個ずつの個包装になってました。5個入り。で、6時にボテジュが閉まっちゃうから、その前にボテジュに行って引き換えたいなと思ったんだけど、いやー、めっちゃ混んでる。やばい。どんくらいかかっかな。間に合うかな。一生懸命焼いてます。次の日様からいたします。フライオリティパスを。はい、どのでお召し上がりですか。お持ち帰りでお願いします。メニューお持ちしますので待ってください。はい、店内2席しかないんだね。私は3席の方から外お願いいたします。ミックスモダンで。ミックスモダンで、はい、マヨネーズとから仕掛けても大丈夫ですか。あ、別にできるんですか。できないです。あ、じゃあかけなくていいです。マヨネーズともからしなしで。はい、それ時間15分ほどかかります。まだ15分まで待ってください。はい、じゃあ6時過ぎまでね。あ、明石焼きあった。明石焼き食べたいな。屋さんの椅子あったと思ったけど、なんか名前書かれてる。ここの椅子か。山ちゃんは手羽先だったんだ。お、割引のシール発見しました。天むすには貼られてない。サンドイッチは 20% 引きのシールが貼られている。お土産に天むすだったら買いたいなーっていう感じなんだけどね。お、時間過ぎたぞ。あれ、さっきの行列どこ行った。ちょっと待ってください、ね。はい、はい、ここも来たんです。ありがとうございます。はい、受付は終了してたんだね。おー、展望デッキいい感じになってるね。以上、本日のミッション終了しました。結構でっかい袋でびっくりしたね。ででん、どら焼き、塩バターと富士ミネラルウォーター。どら焼きは10月の4日まで。なんだ、マヨネーズとかつけないでって言ったけど、これはなんだろうね。初ボテジュかな。食べにくかったんでね、お店の人に十字に切っといてくださいってお願いしといた方がいいと思うよ。全然箸じゃ食べれなかったね。飛行機、あ、ピアノあったんだ。なんと先ほどの天むす狙ってたら 50% 引きのシール貼られたので購入しました。
飛行機の出発を待ってる間食べるようにしようかな。あ、赤服が売り切れだ。へえ、そうだった。ここは手羽先と思いきやなぜか信玄餅。あ、赤服売り切れだ。へえ、そんなに赤服って人気の食べ物だったんだ。てか手荷物どこ？あれ、出口しかない。あ、この手荷物を預けるのってどこかなと思って、JAL って日本航空ですか？お手荷物のタグが出ますので、はい、そしたらまたご案内させていただきます。わかりました。ありがとうございます。すぐお買い上げください。はい、すいません。初 JAL なのでね、失礼しました。今度は QR が上向きでよかったよ。全部この方式にしてほしい。下抜けるとカードが出てきちゃうんだよね。紙箱のお預けですかね。はい、中身が一応出ないようにガムテープか何かで止めさせていただいてもよろしいですか？はい、ぜひ。動作通した後に止めた状態でお預けさせていただきます。はい、そうですね、まず紙袋を乗せていただいて、はい、ありがとうございます。こちらお願いします。先ほどの機械で使われた QR コードですね、もう一度ご提示いただいてよろしいでしょうか？はい、ありがとうございます。こちら一点預かりさせていただきますね。中でスタンバイでお願いいたします。検査が終わるまでこちらでお待ちください。はい、願い一点でカーテンオープン。いってらっしゃい。ありがとうございます。はい、こんな感じか。はい、保安検査場を取ってきました。今回は9番搭乗口だね。アナフェスタ。あ、赤服完売してる。何これ、出発のお客様限定。アンケートに答える一本もらえるんだって。そりゃもらうでしょ。上向きだ。いい話。はい、水ゲットしました。これなんだろう。あ、テムスあったけど、まあ1個820円って感じなのかね。ひつまぶし巻き。あー、お、フニータのうち発見しました。9番はこっちね。なんだ、フニータのうちがいっぱいあるぞ。あ、ドアラ先輩だ。これより先お店がありませんだって。じゃあちょっと見ていくかね。あ、ウサちゃんとドーナツがある。あ、ここはお店結構遅くまでやっててくれて助かるね。テムスは手土産に入れちゃったから、なんか食べ物が食べたいよね。あ、赤服完売だ。8時半までやってんだ。その頃にはもう出かけちゃうもんね。赤服は2時で終わりなんだね。ありがとうございます。というわけで麺類は終了したということで、こちらの鶏めしバーガーならやってるということで買いました。どの辺がバーガーなんでしょうか？レンジで熱々に温めてくれてるけどね。お稲荷さん1個340円って考えたらちょっと割高な感じ。お願いいたします。はい、ありがとうございます。今回はひっくり返しても読み込めてよかったよ。いよいよですね。お、なんだ、飴配ってるぞ。あ、ポテジュ。
はい、本日の私のお席、なんだこれ、イヤホンが置いてあったよ。モニターまでついてるね。へえ、足置くところもあるんだ。こういう話やな。なんかリモコン付きみたいだけど使い方がわからない。まあ1時間程度のフライトなので見ませんけどね。じゃあもらった飴。お、バックしてる、バックしてる。目の前で見れる。外れないけどな。ただいま非常用設備についてご案内いたしましたが、酸素マスクが出てきた際にはご自身のマスクを外し、酸素マスクを直接鼻と口に当ててください。やりがちだね。なんとお茶が来ました。ちっちゃくジャスティス。たった1時間のフライトでお茶が出てくるなんて、ええ話やな。ね、すげえ暗くしてくれてるんでさ、よく撮れるのよね。外の景色が楽しめてよかったよ。外れた、よかったよ。なんか時々モニターついてるとこあんだよね。前の方がお食事できるとか。ありがとうございました。また私のそっくりさんがいる。到着。今日は手荷物があるからね。さて、紙袋はどういうことになっちゃってるんですかね。壊滅的になってるかな。荷物受け取り。チューブはどこかな。4番でした。ここで待ってるってか。そういうわけじゃないのか。来た来た。さあ、緊張の一瞬でさあ、いた、私のボテージュ。さて、中身が気になるところだね。もう剥がしやすくしてくれてんだね。で、お家に帰ってから天むすは食べたけれども、エビが一個一個のかってました。このキャラ吹きが最高だったぜ。